にちは、日野です。まあ、先ほどですね、3っていうことで造化三神、まあ、3っていうのは神にも通じる言葉であるということを伝えてましたけれども、その伊予の医師さんだったと思うんですけど、その方の本を読んでて、例えばですね、人っていうのはその火っていう言葉がありますよね。でこの火っていう言葉はやっぱり火なんですよ。太陽の火、火の光の火なんですね。ですから、それは人っていう言葉にも現れてるんですよね。火、火っていうのは光の光がとどまるっていうふうに読めるわけです。人っていうのはととはとどまるですから、とどまるっていう意味があるから、人っていうのは光がとどまる、火がとどまる、とそういう存在であるということを表しているわけですよね。火っていうのは、人、人っていうのはその英語で言うと、例えばヒートっていうのが熱いとかね、そういう意味があったと思うんですね。ヒートだから、これもつながってるわけですよ。僕たちは火っていうとその燃える火であったり太陽の光の火っていうのを思い浮かべますけれども、ヒートって英語でありますけど、これも熱いっていう意味なんですよね。だから火っていうのはやっぱりそういう意味がもともとあるっていうことになるわけです。英語も日本語も元をたどればそういう同じような意味合いに、行き着くんですね。そのように見ていくと、火っていうのは火、火っていうのは英語でね、彼とか、そういう意味がありますけども、火とか歯とか、まあ、そういうので、意味がつながってくるんですよね。英語も日本語も。そうやって見ていくと面白くてですね、あ、一見無関係に見えるのが、実は根源的にはつながっている、っていうことがあるんですよ。だから人っていうのも、まあ、よくあの 火っていうのは霊っていう字を書いて火って読ませるものがあるので、霊がとどまるっていうふうに、あるんですけど、まあ、もう一つの意味として火っていうのは火であると、炎の火であり光の火である、そこから火がとどまるっていうことで、そういう存在が人であるっていうことも言えるわけですよね。つまり光なんですよね。僕たちは、根源をたどっていくと光に行き着くんですよね。それは素粒子とかそういう目に見えない世界っていうのをね、どんどんたどっていくと、そういうふうに思わざるを得ないとか、もう光になっちゃうんですよ。結局は光に到達する、そういうのがあります。ですから、そういう意味ではね、これから火っていう字、まあ、僕も自分の名前が日野って言いますから、まあ、火っていうのは光、これを示唆しているのかなっていうのはずっと意識してて、まあ、火っていうのは太陽の火でもあり、だからそういう何か光を周りにこう与えられる存在になればいいなっていうのは確かにあるんですよね。まあ、その名前っていうのは偶然ではないと思うんですね。いただいた名前とか、まあ、その名字はまあ、ご先祖様の恩恵をいただいて、そして名前っていうのは、まあ、両親とか、関わりの深い人につけてもらうわけですけども、まあ、それも言ってみれば偶然ではないと思うんですよね。だからそうやって言葉っていうのは、何気ないその人の名前なんですけど、おそらく一人一人意味がある、し、偶然はない、偶然につけられたものではないというふうに思うんですよね。そこから読み解けるもの、その人の何か役割とか使命とか読み解けるのもあるかもしれないですし、まあ、実際あると思うんですよね。何らかのそういうものがそこに宿ってる。偶然は全部ないですから、全部周波数で決まってくるわけですから、だからその人の持ってる周波数に合った名前っていうのがおそらく付けられているはずなんですよね。で、その周波数に合ったような生き方をすることで、僕たちは本当の意味で幸せになれると思うんですね。で、それは、人知を超えてるんですよね。人知を超えたところでの、動きやそういう、流れの中にいる時なんですよね。だから僕たち人知で、
自分のその我の力、自分の我よしの力だけでなんとか現状を変えようとしてもやっぱ僕は限界があるんですよ。そうじゃなくって、もっともっと大きな、大いなる流れの中で僕たちは、見ていく必要があると思うんですね。だからそこら辺をもうちょっといろいろと見ていくことで、僕たちはいろんなこう、広い視点、俯瞰的な視点を持つことができる、もっと、大きな視点を持つことができるんですね。その方が楽なんですよね。視点を、広げる、俯瞰的な視点を持つで、熊本に行った時に上村会長が、これもちょっと言ったかもしれないですけど、メルマガでは書いたんですけど、帰り、もう最後の帰り、駅に送ってもらう車の中で、僕と妻は後ろに座ってて、で、もう一人、神戸のお店の方が、女性の方なんですけど座ってて、その女性と上村さんが主に、ね、こう会話をしてて、僕たちはなんとなくこう聞いてたんですよね。でその時に、上村会長がその自分でどうこうしようとするのではなくて、こう天に動かされるようになった時に人は本当の意味で幸せになるんですっていうことをねおっしゃって、あ、なるほどなと、あ、すごいなんか深いなっていう言葉を、感銘をねちょっと受けたんですけど、やっぱそうだと思うんですよね。自分の中で本当にそういう、人知を超えたところで、動かされる時ってあるんですよ。動かされてるなって思う時あるんですよね。でそういう時が本当の意味でこの全体との調和が取れてる、でこの地球とか宇宙との調和が取れた状態で動いてる時だと思うんですね。そういう時っていうのは本当無理がないんですよ。自分でなんかがむしゃらに、動いてるっていう感じじゃなくて、動かされてるなっていう、まさにそういう流れ、何か大いなる流れに乗ってるなっていう思う時があるんですよね。でそういう時なんですよね。そういう時はもう本当にスムーズにうまくいったり、あるいはいろんなことがあったとしてもそれを受け止めて、乗り越えていく、どんどんこう成長していける時でもあるんですよね。だからどっちにしろ僕たちっていうのはもう全てお任せで生きた方が、いいんじゃないかなと、自分の、その役割、使命、目的っていうのは、その大いなる長い、長期的なスパンで見て持ってる必要はあるんですけれども、でもそれでもあとはもう、やるべきことをやっていけば自然にこう、中の大きな流れに乗っていけるような気がするんですよね。そこで生きた時にもうすでに動かされている状況になるんですよ。でそうなった時がやっぱり本当の意味で、使命を果たせるような環境が整ってきたり、そういう人と出会ったり、そういう状況になったりしていくと思うんですよね。ですからまあそういう意味では面白いなって思うんですね。あんまりこうがむしゃらに自分が何とかっていうふうに思うんじゃなくて、委ねるっていうことでしょうね。それはある意味、自分を超えたところに委ねるんですけど、それは潜在意識に委ねるっていうことでもあるんですよね。自分の潜在意識っていうのはその深い、超意識とかその全体の集合的無意識ともつながっていますから、そういうところに委ねていくと物事が自然に動き出したりするんですよね。あるいは、いい展開になったり、どんどん、流れが、進んでいったり流れていったり、するっていうことになるわけですよね。そういうことをねちょっと思います。ということでね、ぜひそういう自分の中の、流れ、自分の超えたところ、自分を超えたところの流れっていうのをね、見定めて共にね流れに乗っていきましょう。今回は以上になります。ありがとうございます。